トギバにやってきました。これ、うちの、まあ、うちっていうか、まあ、トギバなんですけど、あれ？あ、そうそう。まず、中戸石、まあ、中戸石、これは人口の、普通の、まあ、安い戸石ですけど、まあ、赤戸石っていう、いわゆる赤戸石っていう戸石です。普通の、もうごくごく普通の戸石です。で、これは、仕上げ戸石で、これは天然砥石ですね。こっちも仕上げ砥石、これも天然です。で、まあ僕が指定のはこっちちょっと柔らかい目の砥石、こっちちょっと硬い目の砥石。これで最初柔らかいので砥で、最後ちょっとこれでちょっとまあ砥ね。で、天然砥石は、大体京都の西の山で採れる、まあ日本中で京都この近辺しか大体探したらあるとは思うんですけど、取れて、産地としては京都、まあ、あと滋賀県の方にも一箇所、まあ平さんの、ちょっと奥の方にあるんですけど、まあ大体は京都の愛宕山っていう山、まあ京都東山は東山と西の山があって、東の方のには比叡山、東の北には比叡山があって、その反対側の西の、まあ、ちょっと北側には愛宕山が見えるんです。で、その愛宕山の辺りと、それとあと亀岡って言って京都の隣、京都市から山一つ越えた隣に亀岡っていう町があるんですけど、その辺りですね、その辺りの山の中と、まあ大体その辺りで取る。亀岡っていうのは明智光秀のお城がある町です。明智光秀、まあ坂も京都から今度東の方に越えて坂本っていう町があるんですけど、まあちょっと脱線してますけど、まあ、あと天然砥石っていうのは、日本ではその京都近辺でしか取れ、まあほとんど京都の愛宕山あたりしか取れへんので、まあ世界中でも日本のその京都の山でしか取れへんのね。で、あと、アメリカのカンザス砥石って、まあこれも天然のカンザスやったかな、まあ天然の砥石、まあその2箇所しか取れへんのですけども、まあまあ刃も何か物を作ろうとか、何か物を加工しようっていう時には必ず刃物がいりますね。なんかもう削ったり切ったりする、まあ車のエンジン作るのでも工作機械という、そうなんかこう削ったりするもの、それとそれをまあ研ぐ砥石とかのその刃物をまあ切れるようにする研磨材っていうのが必ず必要になってくるんですけど、まあ不思議なことに、に
そのいい天然の砥石っていうのは、まあなんか知らんけど日本にしかなくて、その日本の中でも京都しかないという、まあおそらくそのあの昔のあの人、まあ京都が都やって、おそらくそのそういう砥石が欲しい人がいたんでしょうね。でまあそういうのを探して、たまたま京都、おそらく日本中でこう探したらあると思うんですけど、たまたまそうあのまあ必要とされてたんではないかなとは思うんですけど、まあだいぶ話脱線しますけど、まああのその天然の砥石なんですけど、山によってあの取れる山によっていろんな名前がついて、まああのこれは勝負谷って勝負谷っていう、まあその取れる産地ですね。あとその取れる山の場所と、あとそのこう地層によってそのまた名前が、水だとか、と前、例えばと前とかといた、そういう層で、そういうまああと硬い砥石が好きな人、柔らかい砥石が好きな人、この産違い、このあの層が好きな層でいつも研いでるとか、まあまあ人それぞれなんですけど、まあ結構感覚も多いんですけど、僕はどっちかというと柔らかい砥石、日照山とか好きやったんですけど、でこの砥石って、必ずそのこう研いでなくなるんです。これもあのなくなってしまった木に貼り付けて、あのこんなふうに薄くなってしまうね。でこれ今中砥石ですけど、まあ今昨日買うてきたんですけどね、まあこれぐらい分厚いですけど、これまあこんなふうにもう薄くなってしまってあれなんですけど、で昨日買うてきたんですけど、まあで砥石とまあこう研いでますと、まあ、へこんだりこうまあするんで、それをそのまあ最近はあの こういうあのダイヤモンド砥石でまあこうまあ、あのこうすり合わせて平らにしたりまあしてますけど、でそれからこう何枚かあのこう研いで、まあこれでしたら3枚を、ダイヤモンド砥石でこう面を直して、それからまた3枚をこう交互にすると、まあそこそこあの。まあ、まあ、2つでもいいんですけど、まあそこそこまあ平らな面になります。まあまあしょっちゅうしてられへんですけどね、まあ結構へこんだと美味しいで、まあ、実際研いでますけど、たまにはやっぱりそういうことが必要やということなんですけど、で大きくかけた時はこのあのこれでこうあのチューとこうして、あのしてで、あら砥石っていう、まあこれも人工ですけど、まあ人工砥石でこうザザッとして、うん、まあ最近はやっぱり僕もこの、ダイヤモンド砥石使いますけど、これ早いんですけど、まあちょっとまあ研ぎの粒あのまあおそらく 粒子があのちょっとあの角が立ってるんやと思うんですけど、 あとそのこういう普通の砥石でこう滑らかにして、まあ線とあのちょっとあれなんですけどまあそんなとこですね。あとこういうあの砥石、まあ、天然の砥石と
こういうあのいまあちょっと、まあ、小さいあのこれコッパって言いますけど、こういうコッパってとこういうきちんとした四角っぽいあの形と、まあ、これあの今基準があるんですね、こういう大きさのとこういうあの規格外のでこれとこっちと、まあ、ゼロ一つぐらい違う金額、まあ、10倍ぐらい違うで結構あの、これをこういうので買いますとものすごく高いんですね。目がこんな飛び出るぐらい高いんです。でまあこういうコッパって言いますけど、結構こういうのであのかこうでいろんな砥石を作ってますけども、これなんかのこんなになっててこんなになっててこんなになってますけど、まあこれとこれやったらあのゼロ一つ違うんですね。で、まあ、まあたまにはこれこういうのも買いますけど、まあ割とこんなんであのやってますけど、まあそんなとこでまああのまあちょっと中砥石から研いでみます。はい。